疲れ様です。今日の保護猫たちです。今なんでこんなに泣いてるか言うたら、この子だけね、エコひいきしてるんですよ。まあ風邪気味やから缶詰の中に薬を入れて、まあ飲んどるから、これ匂いで多分欲しいと思いますよ、これ。ここでね、言うて、あのコメントでくれはってくれはった人で、ちょっとドライフードやったかな。もう結構こういうね、横文字弱いんですよ。覚えられんからとんでもないこと言うと思うけど、確かドライフード言うんやね、これ。確か言うてるはず。はずなんやけど、はずなんやけど、どうかしいけど、ドライフードの中に、その、ちょっと霧吹きで水ちょっと、水分取られへん。脱水症状になる子、多いようなこと書いてあったから、全体的にもこれちょっと、霧吹きで、ちょっとシュッシュッって水分取れるように。このすごい太さ、ちょっとこれあげたら。ここもちょっとこれ、寝てるけどね。ちょっと霧吹きでちょっと、濡れ気味にちょっとしてたって言うけど、ここもね、あとここも。まあ、ここは水入れてるから、ええかなと思って、ここはちょっと、特にここね、ここ、まあ、コーラ、これから、ここも、ここはしてないと、水飲んでるの見てるから。これ、ここもしてないんかな。水飲んでるの見てるから。ここは、まあ、入れたって。ないんやね、お前ら。今日は外出されへんねん。えらい泣くけど、まあ、多分缶詰でえらい泣いてると思うんだけど、明日やるわ、明日な、こうできてるから、明日まで我慢して、な、我慢してな、明日まで我慢、な、明日まで我慢してくれ。まあ、これね、やっぱり、いろいろね、そういう知識持ってある人、ね、コメントくれはったら、ほんま、ね、助かりますわ、ほんま。まあ、僕も、これ、水分不足で、猫って砂漠に、住んでる生き物って聞いたから、水分別に取らんでもええようなこと聞いたけど、逆やったんですよね。水分取らんのダメみたいから。だから実際この子ね、脱水症状って言われたから、あ、猫って脱水症状なるんや、みたいな。この冬場にね、意外やったっすわ。まあ、ちょっとだけだけど濡らしてんの。とりあえず、ちょっとだけ。乾いてくるな。あまり濡らしたらね、腐ってきても怖いかなんからね、ちょっと、濡らして、水。ちょっと濡らしたっていう。このぐらいえらいことったけどね、一気にいっぱい入れてたやつもうそんなに減ってるから。ね、まあ、ちゅうことです。明日な、缶詰明日缶詰やるわ。まあ、ずっとここにいておきたいぐらいですね。かわいいとしゃあないとしゃあないから。よし、食いや。ちょっと集めたんだ。まあ、ここの子はね、ちょっと眠たいんかな。ちょっと水分濡らして。これでどう、まあ、ここにも置いてんけど、水。この子は舐めとるからいけると思うけど。ねえ。この子も滅多に出てくるでしょ。今こなして見えるように。ねえ。な。まあ、こんな感じです。まあ、今からちょっとバイトの支度するんで、また。今日はもう取られんかな。また明日の朝、どうなってるかね、また報告させてもらいますんで、ありがとうございます。